林正孝の熱血闘魂相談所、目の前の壁を壊すヒント。こんにちは、ナビゲーターの今野花子です。林正孝の熱血闘魂相談所、目の前の壁を壊すヒント。この番組では、さまざまな年代の男女からの質問や相談に、平成の侍林正孝がスコーンと突き抜ける答えをお伝えしていきます。今週もゲストにさくらさんに来ていただいております。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。それでは林さん、大月さん、さくらさん、よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。お願いします。今日の質問は前回とは違って抽象的な質問になるんですが、女性の立場としていい男を見抜くポイントを教えてください。さくらさん、教えてください。わかりました。あなたも絶対聞きたいはずですね。これはね、この放送を聞いた人は本当にラッキーです。本当にラッキーですよ。塾長から教えていただきます。まず聞けないかもわからないですね、こういう答えは。うん、全人類の女性が聞きたがってる答えですから。そうですよね。はい、それはスパッと、はい、この桜が一刀両断でお答えいたしましょう。はい、お願いします。要はその男の未来を見るべきなんですよ。未来、うん、だから例えば300円の株が3万円になるかどうかということですよ、ね、どの男も、まあ、これ、まあ、若い時でしょうから、まだ体制もしてない、うん、まあ、そういう人が10年後20年後どういうふうな仕事をなし、うんうん、どういう人生を歩むか、うんうん、ということですよね。なるほど。それを見抜くと、はい、要は未来を見たいということをそのものなんですよね。だから2人でこれから作っていく人生の中で、まあ、もちろんこの女性がアゲマンで、うん、この男をそれこそ立派な男にするという視点も終わりでしょうけど、これは一歩こっち置いといて、どういう、まあ、こういうふうにちょっともう前提が長いのがいいんですよ。すぐスッと言わないのがいいんですけどね。そうですよね。どこかポイントを言いましょう。質問です、はいはいはい、必ず質問したら答えざるを得ないんですよ。セールスの世界でも絶対に質問なんです。これはどういう質問するか、はい、あなたの人生のビジョン、あるいは人生のゴールのバー、あるいはバーどこに設定してんですかと、うん、ということを答え聞いて1秒以内、まあシチュエーションにもよるけど3秒以内でしょうね、うんうん、スパーッとそこで答えられる男を選んでください。なるほど。ええ、そうなんですよ。3秒以内で答えられる。これでも坂井さん、その答えって、はい、何ですか、何の答えが3万の株が300万になる答えのポイントなんですか。例えばいろいろ言うじゃないですか、はい、そこはどんなことを言うやつが伸びる、はい、とんでも大きなビジョンです。大風呂敷ですよ。大風呂敷を広げる男です。しかも真剣に、本当そうなんです。本当そうなんです。その通りが未来に訪れてくるんですよ。本当そうなんです。これ私が今まで生きた人生の中でこの質問したらその通りの男になっていくんですよ。流れ星に願いを叶えたら実現するでしょうか、うん、実現しないと思いますか。どうですか。実現しないと思ってます。どうしてですか。流れ星ん、根拠がないから、他人頼りだから。うん、なるほど。叶えてほしいって結論言ったら、流れ星がパーッと一瞬ですよ、はい、ね、一瞬ですから予見もできないわけですよ。その瞬間に願いがごとを叶えれるということは、朝から晩まで思ってるやつですよ、これ。一瞬で、つまり流れ星に願いを叶えたら必ず叶えれるんです。必ずそれは実現します。それくらい真剣に潜在意識まで到達して、その人は真剣に未来を考えて、こういうふうな未来を片付けてやろうと思ってきてるんですよ。そうしないと絶対にその一瞬に願い事は出てこないという意味なんですよ。ですから3秒以内行ったんです、うん、本当は1秒以内なんですけど、シチュエーションがあるからね。10秒ダメ、ダメですね、はい、これでくだらん話を、要するにくだらない答えをあなたにとってですよ、いうような男だったら未来は
ダメですね。なるほど、その通りになってきます。なるほど、恐ろしいけれども10年後20年後にその男はその通りの人間になっていきます。これからそうです。だから林社長のようにですね、とてつもない大きな志を持ってですね、やっぱり生きた方は今のようになっておられるし、本当そうなんですよ。申し訳ないけど、はい、これ佐藤さん逆に、はい、1秒以内3秒以内で答えるけど、うん、こんな答えのやつはやめとけとかっていうのはありますか。もう言うまでもないですけど、まあ一家4人でそれで小さい家建ててね、で子供がいてね、それで時々あのハワイ旅行に行ってまあそういうな小市民的な答えを言うんであれば多分やめといた方がいいんじゃないですか。林さんが爆笑してますよ、これ超えてたんだけど。いやいっぱいいますよ、そう答える人でも。でもそれが幸せかもしれないなって女性を思ったんですけどね。いやですから、だからそれでいいと思う人とは会うんですよ。ですからそういうものを望んでなかったら、その人の女性自体もそういう女性ですから、いい夫婦なんですよ。だからちょうどいいんじゃないですか。そういうことを思わない人はそういうような人生になってきます。そうなんですよ、波長同通の法則ですから。やはりそれに憧れたり、あるいはそれに尊敬をしたりリスペクトしてね、そういう男がないと私はついていきたくないというような人だったら、そういう人のやっぱり女房としていい人生が、今ファーストレディの人生がですね、待ってるということですよ、と思いますよ。はい、これ坂さん、ちらっと、まあ、大風呂が広げると、はい、ただちょっと詐欺師的なやつもちょっといたりするじゃないですか。いますね。で、いいと思ってこう、この大風呂広げてるってついてったけど、ついていくまで、あれちょっとおかしいなと思って、うん、損切りしなきゃいけないタイミングとかっていうのは、の見抜く方法とかってあるんですか。女性もなんかいろんなこう視点で、あ、いいかなと思ってついていくけど、あれと思うときに引くタイミングっていうんですか。いや、あのね、はい、あの僕がさっき言ったその流れ星の話の通りなんです。一瞬でそれを見事に詳細に詰めたものを一つの、まあ、経営計画のようなもんですよ。その紙の中にささっと書けれる男は詐欺師じゃないです。なるほど。絶対無理、無理です。それは不可能なことです。はい、で一貫性があるから、人間の、要は金太郎みたいにどこ切っても同じ顔が出てくるんです。つまり僕は15歳の僕と今の58歳の僕はほとんど一緒です。人間性変わらないです。でもっと言えば18歳のその僕の友達いますけど、こいつは大体こんくらいで、こいつはこんな感じか、こんな人生だろうなと、ほとんど当たってますよ。だから18歳の時の人生にも縮図があって、未来まであの実は当たってるんです。それ検証できるんです、我々の年齢。だから言ってる通りになってます、うん、友達がその人が出してる日頃毎日言ってる言葉の通りに未来が形作っていってるということなんですよ。ですからそこは見抜けます。この人が適当な言ってるかどうかいうのは、うん、言葉なんてやっぱりあるんですね。ありますね。見抜ける、うん、いや見抜ける自信がないんですよね、うん、これはやっぱ女性を磨いてないと見抜けないですかね。そういう意味では女性の感性というか、どうぞ私の塾聞いてください。あの必ず見抜けるようにしてみせましょう。はい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 。まあありますね。これ以外に、はい、あのこれ以外にもそれありますね。あのね、人間のやっぱり言葉だけじゃないんですよ。表情もあるし、ジェスチャーもあるし、やはりそのオーラのようなものがあるんですよ。うん。うん、やはり前はあの本気男塾にもやったことあるんですけど、やはり本気かどうかいうのは、これは目ん玉を見ればわかる。目ん玉の話です。うん、やっぱり目は口ほどにものを言うけれども、目ん玉です。はい、意思のある目。あ、そうです。はい、これから学んでいけばいいなと思いますね。うん、そういう林さんはいかがですか。この、まあ、今のね、あのもう話に結構尽きるんでね。まあ、1個だけね、あのどういうふうにまあ見極めるかって、ね、本当にずっと一貫性を持ってやってる男っていうのは行動してるんですよ。うん、で、できなかったら謝罪するんです。うん、例えば、ね、政治家、僕はね、大嫌いなのが多いんだけども、まあ、シャーシャーとベラベラ喋って、ね、自分ごとのように喋るけども、やってるやつが少ないよね。でも、できなかったらいいんです、別に。できなかったら、正々堂々、すいません、できませんでしたと。と、うん、いうことはしっかり言える人間。だから僕は、言ったことをしっかりやる人間、ちゃんと行動してる人間は、明らかにね、
成長すると思うし、まあ、今佐久田さんがせっかくこの縦軸のね話をしてくれたんで、まあ、少し柔らかくね横軸の話をしておくとね、あの優しさの錯覚ってあるんだね。よく女性にねどういう人がいいって言ったら優しい人って言うでしょ。絶対言います。絶対言うね。で、あと何を言うかというと、あのね優しい、じゃみんなに優しい人は嫌なんだよね。でも表面的に優しい人間はみんなに優しいに決まってるんだよね、うん、だから優しさっていう基準を自分の中で持たなきゃダメなんです。自分の基準の中でこういう人が優しいっていうようなものを持たないと、漠然と優しい人になっちゃうと、まあ、要はどうでもいいような人間が集まってくるわけですよ。だから、これはまあ僕のね田舎の人間なんで、あの優しさの基準がだいぶ違うと思うんでね、まあ、俗に言うファースト、レディーファーストとかね、こんなのが優しいと思ったことがないしね、生アメリカかぶれして何やこいつだというように思うわけよ。要は表面的に取り繕ってるだけ、うん、で裏では違う顔してる。それが僕 の, かんあの感覚で言うとね、あのレディーファーストの中にいっぱいあるのかなとって僕は思うんだよね。でもまあ僕で言うとね、優しさっていうのは、男性は女性よりも体力はあるわけですよ。体力はだからどんな状況であろうが女性が助けれるかとか、ある意味で精神的には女性強いんだよね。要は肉体的なことも含めて助けられるかとか、どんな状況であろうが、これが僕は男の優しさだと思ってて、まあ、そういったことが意外とこの武骨なやつがそんな多くてね、割と口でも意外とこのお上手が言えなかったりとかね、逆のことを言ったりとかね、でもそういうやつに限って、実際には非常に優しい男が多い、男同士はよくわかるわけです、うん、だからまあ、唯一一番簡単な話をすると、男からやっぱりねモテる男っていうのは外しはないですよ、当たり前だけど、ね、一番簡単なところで言うと、そういうものを見つけた方が、うん、あの非常にいいかなと。うん、はい、以上です。とても勉強になりました。どうもありがとうございます。林さん、さくらさん、大月さん、どうもありがとうございました。はい、ありがとうございました。ありがとうございます。この番組ではリスナーの方々からいただくご質問を募集しています。自分の人生や日本社会のことなど、林正孝に聞きたいことをどしどしご応募ください。ご質問はインターネットで熱血闘魂相談所と検索すると、 Facebook のページがヒットしますので、そちらにアクセスしていただき、メッセージボタンをクリックして質問を送ってください。ポッドキャストの他にも YouTube でも聞けるようになりました。そちらも合わせてチェックしてみてください。皆様からの質問お待ちしております。それでは次回もお楽しみに。